この企画は私小川コーヒーの伊深律樹が京都唯一の村である南山城村を舞台にコーヒーで人と人をつなぎ村の人や物の魅力を発信していきます。こんにちは、律樹です。今からですね、柿渋の富山様に、伺おうと思ってるんですけど、こういうところにね、柿渋っていう塗料、天然の塗料を塗って、色をつけたりとか、木の保護をするみたいなんですけど、ちょっとそこら辺また聞きに行くんですけど、12時かな。はい、というわけで柿渋の富山社長のもとへやってきました。それではいろいろ聞いていきたいと思います。怖いみたいな感じね。わあ、なんかすごい突き刺さるような感じがします。これはいいんですよ。発酵物なんで、はい、日本人ってね、島国、日本っていう島国じゃないですか。ほな、はい、物が手に入らない、国がつながってないから。だから日本人っていうのは腸の長さも発酵に応じた腸の長さしてるんですよ。はい、そうしたらじゃあ今日はエチオピアのイルガチェフェモカを富山社長と一緒に飲みたいと思います。お願いします。小川コーヒーのエチオピアのコーヒーはだいぶこう焙煎が一般的なやつよりもちょっと深めになってるんで、よりこう濃厚で甘さとかとろみみたいなもんが感じやすいかな。全部のこの成分を生かしましょうっていうところがあるので、できるだけこう粉をこう回してあげて踊らせるというか。ちょうだい、よろしいですか。はい、どうぞ飲んでください。いただきます。こんなにこだわったコーヒー。はい、そしたらじゃあ富山社長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。最初に富山さんがどういう会社をされているのかもちょっとお聞きしたいなと思ってます。柿渋を作っている会社なんです、はい、ということで言えば、はい、でもその柿渋を作っている会社って言っても、その柿渋が何なのかっていうところ で、ね、タンニンにも2つ種類があって、はい、コーヒーは加水分解タンニンですよってさっきお話ししてましたけど、はい、柿渋は縮合型タンニンっていうタンニンなんですね、はい、柿渋ってタンニンの王様なんで、はい、柿をだから絞ります、崩します、機械で崩します。はい、まず崩したものを絞ります。絞ったエキスを、はいはい、絞ったエキスを、発酵させただけです。昔はね、柿渋っていうのは生活の中になくてはならないものだったんですね。プラスチック製品が発達してしまったんで、はい、昔は台所で使われてたものってザルとか竹製品のザルとか木のものが多かったじゃないですか。そういうふうなものの堅牢度、物持ちを良くするためには全部柿渋で染められてたんですよ。なんか私ね、ここに行ってる間にムカデとか刺されたこともありますし、はい、蜂にも刺されちゃうんですよ。虫を柿渋塗っておいて腫れもしない。で、動物っていうのは本能的に、もう昔はですよ、ここ渋柿の木があるからって言って、あ、行ってはいけないんだっていうの。虫も、あ、なるほど、餌にならないから、渋いから、うん、で、虫も近寄らなければ動物も本能的に行かない、うん、そういうふうな、動物と人間界の境っていうんですか、うん、そういうふうな約束があったんですよ、昔は。本当に昔のものっていうのはすごいですよね。先人の、知恵っていうのはどうしてこんなことが分かったんだろうとか、塗り方についていろいろこう聞きたいなと思ってて、はいはい、木にもね、木目があるんですよ、はい、これだったらこんなに塗ったらダメですよね。こうなってる木目に沿って何でも塗ってあげる。木の中の組成っていうのはタンニンとかいろんな成分が入ってるんですね。栄養分が抜けていったら木って干からびるじゃないですか、はい、でその中でも少しでも抜けていった成分を補ってあげたら、うん、木も喜ぶだろうし、うんうんうん、長持ちしますよね。だから逆さがその状態だと思うんですよ、今その酸素は多分、はい、もっとひどいかもしれない。でもそれを少しずつまた回復させて、水分補給、はい、油分も入れてあげたりとか、そんなで回復させていってあげないと、やっぱり木もかわいそうですよね。お肌もかわいそう、同じですよ。大切にいることによって愛着を込めることによって
菌も応えてくれます。美味しいわコーヒー。でもめちゃめちゃ冷めてるんですけど美味しい。大丈夫ですか。今日はお話たくさんしてもらってありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやもう本当になんかもういろんな世界を切り開いた感じでなんかもうすごい楽しかったですし勉強になりましたし、コーヒーのタンニンにちょっと興味が出てきましたね。同じタンニンで頑張りたいと思います。タンニン仲間ということで、はい